大津歴町90秒大学、今回は大津祭りをご紹介。大津祭りは天孫神社の祭礼で、およそ400年にわたって周辺の町の人たちによって受け継がれてきました。見送り幕や天井画などで飾られた豪壮華麗な13基の曳山が、金色珍の林を奏でながら、昔ながらの町並みが残る旧東海道筋などを巡行します。この13基の曳山は、港町、宿場町として繁栄した江戸時代の大津百町の人々の経済力が生み出したものといえます。曳山ごとに趣向を凝らしたからくりが披露されることも、大津祭りの曳山行事の大きな特徴の一つです。本祭り当日は13基の曳山が天孫神社の前で勢ぞろいし、午前9時半ごろに巡行がスタート。天孫神社でくじ改めが行われ、その後町家や所定の場所に置かれた五兵の前でからくりを披露し、大津の町中を丸1日かけて巡行します。